ート、カラコン野郎もハート、母さん花束、てっちゃんかわいい、ありがとうございます。雨めっちゃ降ってるよ。やすべさん宇宙人、ゆのいもさんかわいい、電波のたけさんバラ、しゅんちゃんかわいい、ありがとう、おはよう。仕事休みだから、おー久しぶりの朝配信、わい、ありがちょう。関東もザーザー、あ、もうどこでも全国どこでもなんですか、今日は全国どこでも雨。うん、兵庫、静岡、まだ降ってない。ディーダカンカ、宇宙人ありがとう。おはよう。東京から笑った。1週間後の7月使えない、今年の折り返しか、やば。うん、おまえか、めっちゃワンワン言ってるじゃん聞こえる、わーん、おはよう。今起きたとこだよ、そう顔がむくんでないなんか顔むくんでない、びっくり。聞こえる、わーわーって言ったニコニコ見たよ、ありがとうございます。くれてよかった、ありがとう。昨日飲みすぎたか、どういうことどういうことアリスのスマホスタンド、おおが昨日届いた、ありがとうございますありがとうございます。塩分、え、あれって塩分ですか？カレースープ飲んだんですよ、心当たりあるのカレーじゃなくて、そう、カレーライスじゃなくてカレースープを飲んだんですよ。なんかママ曰くコンソメ、とりあえずなんかコンソメみたいな、コンソメ入れてコンソメスープみたいな感じにして、しっかり味をつけときながらちょっとだけカレー粉を入れたらしい塩分？それって塩分？チョコキッチャーハート、有望さんかわいい、ありがとうございます。やっぱりやっぱそれだよね結構塩分あるよ、うわ、やっぱそうだ、それですよねオーマイガー、オーマイガー。カレーの次の日、あー確かに、ちょっと薄めればいいんかなおはよう、カレースープ、それをね、結構夜に2杯ぐらい飲んだ結構それが原因だな、やば。緊急地震速報、地震、雨音聞こえ、めっちゃ降ってる気がする、めっちゃ降ってるんですけど。クリちゃん花束ありがとう。北海道のスープカレー、カレースープ、カレースープ、
千葉で地震がという予防。大丈夫ですか千葉の皆さんは。熱中症対策確かに塩分めっちゃ好きだよね。やばいね。顔むくむ。あの塩分チャージみたいなあるじゃん、塩飴みたいな、あれめっちゃ好き塩飴じゃないか、塩分チャージはなんかラムネみたいなやつ。こんぐらいの丸くてラムネみたいなやつですぐ溶けるやつ、なんか口に入れた塩分チャージっていう、あれめっちゃ好き。そう、なんか何個でも食べれてしまう、パクパクやばいよね相当やばい。あれは50カウント完了ありがとうございます。イエイ。特に覚えてるのはね、あれだね、あの妹の運動会があったじゃないですか外で。そう、イモースの運動会の時にめっちゃ食べた記憶がある。塩分黄色い袋の、あ、そうそうそう、青と黄色みたいなやつ、配色的には青と黄色めっちゃ食べたと思うよ。20個ぐらい食べたかなやばいやば、水分と、いや、そうそうそう。でっちゃん尊いありがとうございます。なんか塩飴、飴だったらさ、なんかずっと口の中に残っとるじゃん、塩飴とかだったら。飴じゃなくてそのタブレットの方がいいよね、すぐなくなるけんふうさんハートありがとう。デブニャン小判ありがとうございます。変色か、変色じゃないよ私は。うんうん、のんちゃんと一緒に食べた記憶あるんやけどそう、のんちゃんと一緒に食べとった記憶あるな。めっちゃハマったんよその時、その塩タブレットに。夏めっちゃ暑かったよね、あの時は、あの妹の運動会めっちゃ可愛い。ありがとう西上かかささんちょっと西上和さん、おやつないからおやつがあーね、なるほどなるほど。なんか何て言う、一種目、なんか例えば走徒競走で走って終わるじゃん。でなんかいちいち帰ってきてテントに帰ってくる、来るたんびに食べた気がする。外の休憩をか、うん、外ばっかりよあれは。あの時は外ばっかり。さすらいのビートマー君ハートありがとう。そう、なんかやってきて、こうなんか戻ってきてくるために食べよった、パクパクパク。さすらいのビートマー君ハートありがとう。塩タブレット、砂糖なんか嫌だな、砂糖は嫌やな。おはよう。あれは暑かったね、暑かったね。森健銀河さんハートありがとう。運動会とかあれですよね、もうそんな暑い時期にやるもんじゃないと思いませんそう、なんかさ
あるじゃん、夏にやる学校とさ、なんか秋ぐらいにやる学校とさ、2種類あるじゃないですか。アリサは小学校も中学校も全部夏だったよ。もう何、新学期で入ってすぐ、入ってすぐもう運動会の練習して、もうね6月ぐらいには、もう6月の十何日とかにはもう運動会やってた。まあ、夏が始まってるわけじゃないけど、めっちゃ暑い、めっちゃ暑かった本当に、いつも毎回。そう、9月とか10月とかさ、涼しい時にやる学校の方が多いじゃん。なのにめっちゃ暑かったね。5月の、もう5月が始まったらもう練習始めて、6月か、もう5月の終わりか6月にはもう運動会やってたよ。あれはきついぜあれはきついぜ。うん、9月は練習期間がめっちゃ暑くない？あーねー、なるほど。8月に練習するけん、そっか、そりゃ暑いか、そりゃ暑いな。いつがいいんでしょうね。じゃあ暑い時期しかないってことか。冬に運動会やろう。冬に運動会やろうよ。冬でいいじゃん。西上美笠さん、花束ありがとう。高博さん、だるまありがとう。だるま応援。あ、なんかさ、めっちゃ全然話が違うんですけどさ、あのドライブインなんとかみたいな、すごいよねあれ。ぜひ皆さん見に来てほしいでございますマリーナホップのなんか駐車場見て、なんか借りるんだったっけな。なんかドライブ、車に乗って、そう、車今流行りのみたいなあるじゃないですか、なんかそう、車に乗ってからライブが見れるんですよ。すごくない？おはようございます。初めての試み、それな、すごいよね。車1台5000円らしい。あ、そうな。へえ。クーラーき、自分家の車やないん。クーラー効かせていいやろ。ね、死んじゃう。課外活動です、普通に。スタジオもあるし、チャートリーもあるし。そう、皆さんよかったら、広島、でも広島の方しか無理なんかな。もう東京からスター、東京からとか広島に来れるんですか？どうなんで、楽しみにしております。車から見れます。バンジェラさん、ハートありがとう。ああ、レンタカー、なるほど、レンタカー、レンタカー、レンタカー。なんかママがめっちゃさ、これは行きたいってなんかめっちゃ行く気満々やったけど、車やったらロニチャビ連れて行けるやとかってなんか言ってたんだけど、どうしたらいいと思いますか？カラコン野郎、だるまありがとうございます。1台2名まで、あ、そうなん、え？じゃあママとパパで終わりやん、ロニチャビ来れんやん。ロニチャビは入らんのかな。え、ロニチャビ連れて行けるやんとかめっちゃなんか言ってたんやけど、おもろくない？この前いらっしゃ、あ、そうな、ロニチャビダメ。マシュー、ありがとう、こちらこそ。
タラララタラン。ロニチャビ、ロニチャビ入るよ。いつもね、最近ね、すごいドライブ連れてってる。ドライブというかもすぐそこってな、アリサの、アリサの送り迎え的な。もうそこまで行ってから家まで帰るっていうだけなのに、なんかこんな暑いのに家で2人だけ残しとくな、あのかわいそう、心配すぎるって言ってからすぐ連れてく、すぐ連れてくのおもろい。ほんとだ、みのりガジャーン。ではキャッチフレーズをいきたいと思います。アリちゃん推しになるのはアリーアリーアリサゴー出航。はい、ありがとうございます。高校1年生のアリちゃんこと峰推しアリサです。イエーイ、アリありがとうございます。ではではギフトを読みます。すごいでしょ、レッスンとか終わってそう帰ろうと思って車に乗ったらロニチャビおるの結構幸せですよ。いたの、ロリちゃん、チャビくんいたのって感じ。スペシャルギフト読みます。タカヒロさん、マッシュ、カラコンヤロー、バンデラモンスターさん、西上和さん、宮古先生、サスライドビュートマーク、森健銀河さん、西上和さん、フーさん、デブニャン、てっちゃん、クリちゃん、ゆうぼうさん、チャゴキッちゃん、ティーラカンカしゅんちゃん、テンパのたけさん、ゆのえもんさん、やすべいさん、てっちゃん、かあさん、カラコン野郎、パネラモンスターさん、ギフトありがとうございます。ではランキングいきます。13位ティガー、12位マッシュ、11位しゅうこうじいさん、10位アルテマスさん、9位かんちゃん、8位にちかみかずさん、7位あきさとさん、6位ひでさん、5位きつなっくさん、4位パネラモンスターさん、3位ねえびむくん、2位ひげのまささん、1位は、やすべさんです。ありがとうございます。イエーイ。ありがとう。ありがとうございました。今日はね、夕方ができないかもしれないんですよね。ちょっと、かもなんですけど、保留なんですけど、またメールでお知らせします。今日は夕方ができないかもしれないのでよろしくお願いします。それではまたね、バイバーイ、また会いましょう、バイテラポー。